い、パンちゃん、おはよう。はい、おはよう。はい。はい、はい。ジャン君もおはよう。7時です。今日はまたお出かけしちゃうけどね。歌いに行ってきます。ジャン君、ポンちゃん、仲良く。留守番できるよね。今7時だから10時半には出ようと思っているので、早くご飯を食べたりしなければ。演奏から一旦帰ってきましたが、クロケンパパはまたフォークソング同好会に行っちゃうんだよ。あと1時間したら行っちゃうんだよ。何って1時間かな、6時半、5時半、1時間ぐらいで行っちゃうよ。ヤンコも連れてって。ヤン君、とりあえず撫でとくからね。はいはい、これもやっとくから。お父ちゃんがいるからさ。はいパンちゃんも、パンちゃん、パンちゃん、はい、ジャン君、ジャン君、私よーって言ってんだよね。うん、あのポンちゃんさ、一緒にここ来たら、うん、二人いっぺんの方がやりやすいんですけど。うん、ポンちゃんさっきまでお父ちゃんのリボンの上乗っとって眠いだね。なんですって。ないだ、脱いだっていうか、前に入ってたんですね。あ、パンちゃん、ちゃんと水飲み行っちゃった。洗濯に出そうと思っていたら、ポンちゃんが伸びましたね。ポンちゃん、よいしょ。よいしょ。こっちの、このブラシの目の細い方は、ポンちゃん嫌がらないから、こっちに裏と表で使い分けるか。うん、前そうだったよね。うん、でもさ、毛がさ混じるからさ。ポンちゃん、ポンちゃん、やっぱ猫の気持ち、もう一回これ作ってくれ。うん、ていうかこれ市販してくれ。うん、一番いいんですけど。猫の気持ちはね、やっぱ猫の気持ちが分かってるからね。うん、よいしょ。